ちゃん、ダブルピースでじっとしてて。ありゃりゃ。窓からは外に出られない。天井を登ってみたが、上も8階だった。パワーがさっきの悪魔殺しちまったからじゃねえのか。閉じ込める力を使ったまま死んだんだ。その悪魔が悪ルナが殺せと言ったんじゃ。言ってねえ。力は悪魔が死ねば解除されるから、それはあり。デビルハンターが助けに来てくれるんじゃ。そのデビルハンターがこの8階だけ悪魔の力で時間が止まっている可能性があります。その場合助けは来ないかもしれません。すげえ、ジョー寝放題じゃねえか。こんないいベッドがあんだ。寝なきゃ損だね。俺は悪魔に感謝して眠るぜ。ネットデンジ君、そろそろ起きて。8階から出られるようになった。小紅ちゃんはおかしくなってトイレの水を飲もうとしたから気絶させた。それで魔人ちゃんなんだけど、パワーがどうかしたんです。わしは暇だからノーベル賞を考えておった。ノーベル賞を発明すれば人間はわしにひれ伏すじゃろうて。その後はノーベル賞を踏み台にわしは総理大臣になる。人間が苦しんでる姿が見たいからの。手始めに消費税は 100% じゃ。いつも通りっすね。うん、ならよかった。このままじゃみんなホテルで餓死ですよ。デビルハンターが悪魔と契約することは法律でも認められている。その悪魔の契約を受けるべきです。悪魔はデンジを殺したがっている。デンジの死が悪魔側の利益になるんだろう。だから契約は受けない。じゃあ私も。そんな、わしは殺す派じゃ。ノーベル賞を思いついても外に出られなければ発表できないからの。ノーベルのために死んどくれ。魔人と悪魔は契約を結べない。だからお前がデンジを殺しても悪魔を外に出す義理はない。暇だから押し相撲するか。すぐ俺を殺そうとするからやだ。どうしようもなくなったら刀を使います。それはダメ。刀つない。ベッドに置いておいた食料が全部ない。なんで。貴様ら全部食べたのか。わしじゃない、デンジが食べておったわ。すぐバレる嘘を。